はいどうも、山木です。ですね、今日は X の中なんかいろいろ山盛りでしたね。ほんで、まあいろいろお伝えしたいことあるんですけども、まず俺昨日話した話でね、国税庁に法人番号を振られてて、こう株式会社なんじゃねえかっていうことで X に記事上がってたってのを紹介したんですけども、ほんでね、まあちょっと気になってたんで、まあ後で調べてみますねとは言ってたんですけど、で今日調べてみたんです。ほんで法人番号とはっていうのでね、法人番号は株式会社などの法人等が持つ13桁の番号ですと。これは多分ほぼほぼ普通の人たちって、法人番号って株式会社の番号だよねみたいな意識ってあるじゃないですか。で FRB とかがね、民間会社だってのを見つけたっていうニュース見た時もやっぱそういう話から入ってったんで、あ、これありかなとも思ったけど、でも法人番号ってのをきちんと調べたことないなと思って、昨日もちょっと不安になって調べてみますねっていうことを一言言って、で調べてみたらね、これ国の機関と、あと地方公共団体と、あとまあ設立された法人や人格のない社団とで、それ以外のところで所定の税法上の届け出を提出するとされているものっていうね。だから国の機関は、これ法人番号を振り当てられてるんですね。だから、株式会社だってのは、国税庁が株式会社だってのは、おそらく違いますね。そうは当たらない。これ法人番号を持ってて当然のようです。ただ、株式会社 DS ってのは、これはそうなんじゃないですかね。ね。っていうところです。まず昨日のその法人番号ついてたよ、国税庁がっていうところはね。で、あと質問がね、いろいろあったんで、で、そこにちょっと答えてみたいなと思うんですけども、まずね、なんかね、いっぱいあって、でね、X も今日はちょっと賑やかだったんですよ。で、バシャールの最新セッションで陰謀論に関わるなと言ってたけど、まあ、どう思いますかという質問なんですけど、で、バシャールってのはもうほんとチャネリングの老舗ですよね。あと、俺が20代の頃、だからもう40年ぐらい前ですよね。その頃に初めて俺チャネリングっていうこと自体を知ったのがバシャールが最初でした。ほんでまあその後はね、いろいろ怪しいものもいっぱい、まあバシャールも怪しくないかって言われれば怪しいんですけどね。ただあのダリル・アンカさんの変身ぶりして、あの速さであれだけ筋の通った話をできるってのはすごいなって思って、あのダリル・アンカさんのそのバシャールとのチャネリングってのは捉えてました。で意外とあのびっくりするようなことを言うんですよね。でまあだからバシャールには一目置いていました、そのチャネリング情報っていう中でもね。でただ他の陰謀論に関わるなってのは、これエレナダ・ナンさんも似たようなこと言うんですよね。最近人気ですよね、エレナさんね。で、関わるなって言うんですけど、これバシャールにしても、エレナダ・ナンさんにしても、エレナダ・ナンさんはまあ、チャネリングっていうのとはちょっと違うんでしょうけど、これね、まあ翻訳された言葉ですよ。まずね、どっちもね。で、
また、そうやって間に翻訳する人が入ってきたり、で、その、ネイティブな中で語っていることの意味のね、その本人が思って語ってることの直接ストレートな中身を、俺たち翻訳された中で、ね、どっかのそういう通信メディアを通した中で、自分たちが得て、で、さらに自分の勘違いフィルターを通って入ってくんですよ。だから、これね、本当に伝言ゲームみたいなものなんでね。で、あと、これ、エレナさんとかバシャールとかにも特にそこに限定された話じゃないんですけど、例えばコメントをね、くださる方々の中でも、もうなんとフラットアースにもう頭ガチンと固定されてる人とかね、球体説にガチンと固定されてる人とか、で、あと、まあ、神人さん、王妃つく神事にガチンと固定されてる方々のコメントってのも意外と多く見受けられるんです。ね。で、そこは、もうちょっと柔らかく、ひょっとしたら違うかもなっていう感覚は、誰の何に対しても持ち続けていてほしいなと、俺は思うんです。で、自分に対してでもですよ。これバシャールがどうこう言っても、エレナさんがどうこう言っても、神人さんが何を言ってても、まず、感じるべきは、それをどう捉えるべきかってのは、俺自分の真心以外にはないと思ってます。自分の真心が、自分の心がどうそれを受け取ってんのかな、どう感じてんのかな。で、その感じってのは、本当だろうかなっていうところまで俺自分を疑います。それ以上に他の情報ってのは全て疑ってかかります。これ差にはするっていうことですよ。だからどこまで何をね、あ、もう信頼しますって言ってても8割までですよっていうことは俺何回かここで話してます。で、残り2割っていうところは、やっぱりその差にはし続けるっていうね、で、その時その時のその受け取った時の自分の感情とか、自分の状態によっても受け取り方ってみんな違うんですよ。で、一個に決めちゃう方が楽ですよ。地球って平らだとかね。地球って丸いとか。で、バシャール言うことは間違いないとかね。エレナさんはだって普通のチャネリングと違うんだからっていう、信頼感を寄せていくのは、ある意味楽です。他のまんまあんじゃねえのかっていうね、そういう目で疑っていくよりも、だってレナさんが言ってんだからって、ね、その方が楽ですよ。でも、それは、信仰宗教とあんまり変わらないと思ってます。その宗教を信じ込むっていうね、そういうところと、組み立ては似てますよ。なので、本当なのかなっていうところはね、自分の感じ方までひっくるめて、自分の受け取り方までひっくるめて、自分のだって朝受け取ったのと夜受け取ったのと、その時の気分で受け取り方は全然違ってたりしませんか？ね。なので、これ、それをね、バシャールが最新のセッションで陰謀論に関わるなってのは、本来、そのね、翻訳される前の英語の原文の中で、さらにその原文をバシャールがどういう気持ちで伝えたのかっていうところまで言ったら本当に間にフィルターって何枚か重なってます。なので、それを受け取った時は、で、その自分の中でどうそれを感じてんのかという目で全てを捉えていく方が、だから本当に他の可能性ってのを否定しちゃうと、本当なんつうんですね。ねじ曲がったまっすぐな道を進んじゃうっていうかね、自由さを失っちゃう。俺は自由を失うのが正直一番怖いですね。だからほんとね、これ免許取り消し2年間食らってたらほんと地獄でしたよ。何の話かわかんない方は昭和生まれの方気をつけてくださいねっていう動画で話してますよ。ねえ、ほんと自由を奪われるってのは一番俺は苦手ですね。
生まれて初めて、そのね、社会で就職したっていうのは宮城県警だったんですけど、やっぱ半年しか持たなかったっていうのは、本当自由をもぎ取られるんですよ。ねえ、だそういう自由な感覚ってのも、まあ俺はね、俺はそこが一番大事だなと。そこを取られるのが一番辛いですね。言われのない理屈を押し付けられるとかいうのはね。なので自分は常に自由でいたいなと思うからこそ、信じるって言っても8割までですよと。2割ってのは俺自分自身すら疑ってますよ。ってことを皆さんにはお伝えしてます。まあそういう気持ちで全てのことを捉えてるんで、だ本当トランプさんだって俺2割は疑ってますよ。偽救世主が現れるともね、なんかあちこちでそういう予言もあったりするんで、トランプさんね、本当いいなと思うんですよ。立候補する時の演説とかね、本当にこれが最後のチャンスだよと、ね、言ってたトランプさんの思いとか、あとメディアに対してそのフェイクニュースってね、正々堂々と言ってるとことか、んで、あと実際の行動、結果ってのは、そうやってね、小さい人間たちを投稿してるところにメスが入ってったわけですよ。具体的に動いてったわけですよ。だからそこでは信頼はします。ただ偽救世主じゃねえだろうなっていう疑いの目は今でもずっと持ち続けてます、トランプさんに対して。でもね、まあそういうところでなんかね、捉えてくことってのは俺は大事だと思うんですよ。だから本当にね、一個のものを信じ込んでみるってのも、それはそれでそうしたかったらそれでいいんだと思います。だからそれは自分の気持ちがどう思いますかっていうところに、自分の気持ちどう感じてんだろうっていうところに、まあ意識を向けてって捉え方っていうかね、そういう情報すべてに対してですよ。ね、そういうところを、まあ自分の場合はそういう感じを大切にしてます。あとはもう皆さんそれぞれの捉え方でいいんじゃないでしょうかね。という感じですね。その情報ってとこに対してはね。で、あとね、RV とか QFS、その GCR とか、で、まあ Q の話とか、で、これね、こういう方もちらほら多いと思うんです。これ全部噂話でね。んで、その目を覚まさなきゃいけないのが自分たちなんじゃないかみたいなね。で、たまにまあ、コメントで、そんなことあるわけねえじゃねえか、早く目を覚ませみたいなコメントとかいただくときもあるんですよ。もう何を偉そうにと思っても速攻で削除しますけど。これね、なんて言うんですかね、9本、例えば9本の噂ってのも、本当にこれね、ガセネタと、あと、真実に近いとこと、これきちんと結果の出た、きちんと表に出るばっかりの、結果が出てるソースじゃない部分を探ってるわけですよね。その噂にしても何にしてもね、X に出てくる話とかだってそうですよ。で、その近未来っていうところではこうなるはずだったのにみたいな話であったり、あるいは中には悪意を持ったガセネタってのも登場してきます。ただね、ガセネタってのも8割は真実なんですよ。特に悪意を持ったガセネタほど8割の真実を含んでます。で、そこに2割ぐらい、1、2割のガセ情報を混ぜ込んでくるんですよ。でね、さっきの法人番号と一緒です。やっぱね、確認するっていうことは必要なんですよ。で、
そこで、じゃあ、8割がね、真実書いてあると。んで、あと2割、1、2割のところで、え?って思う情報があると。これね、まずは食ってみんですよ。食ってみて、ほんで、自分の中で、これ違うなと。消化しないものは、まあ、トイレに行って出してくるわけですよ。体もそういう風にできてますよね。だから、本当にね、全部丸ごと鵜呑みにしてったら、本当持ちません。んで、9本ってのもね、これ、じゃあ、配る、去年のね、クリスマスまでに配るみたいな情報が流れてましたよね。で、あと、メドベッドも、そのクリスマスまでには、みたいな情報が流れたりね。で、9本ってのも、これ、じゃあ、配られたって、じゃあ、投資処理とかいや、どうしたらいいのみたいなね。今、うちのおふくろなんかも92で、もう、3分前に話したことを、もう覚えてないぐらいの感じですよ。それが9本もらったからって、いや、どうしたらいいのみたいなね。感じだったりで捉えてたりしたんですよ。でもこれおそらくね、まあその頃に並んで出てきた情報で、今度の ATM は一応操作ボタンはついてるけども、その操作しなくても動く ATM になるみたいな話も、まあソースとして流されてきたりしてたんですよ。で、あとメドベッドもそうです。ボタンはあるけども、その操作するのはボタンじゃなくても送念で動かす場合もほとんどですみたいなね、セッティングとかをね、でそういうことも、流れてたんですよ、情報としてね。で、あと昔からある情報としては、UFO ってのは操縦桿で操縦するんじゃないよと。送念で位置を決めてそこに位置するっていうことを、送念で思ったところに動いていくよと。物理的な動くじゃないんですよね、そこはね。で、9本ってのも、これ、まあ、9、クォンタムですよ。量子。で、量子の世界ってのは、これ念力で動く世界です。これは怪しい話じゃなくて、理屈はわかんないんですけど、実証データの取れてる話ですよ。実験の中でね。やっぱ動いちゃうんですよ。で、動いちゃうっていうことと、量子、素粒子の実験をやっていくと、その素粒子の、何ですかね、こう散らばり方っていうか、その存在する、存在する位置って、これ確率によるんですよね。確率によるっていうのはね、なぜかは分かってないんですよ、まだ、理屈的には。ただ、電子回路の中なんかでも、その、電子の流れとか、で、そういうところってのは、ある程度もう、量子力学に沿って確率でその回路の中を組み立てられてたりするらしいんです。理屈わかんないのにもうそういうところでは使ってたりするんですよ、実際にね。ほんで、おそらくは、これ9本の最終形態ってのは、おそらく、俺が思うのはね、もう何にもその、何もスマホみたいなの持たなくても、もう動いちゃうんじゃないかなと。で、その、QFS、クォンタムフィナンシャルシステムっていう中で、まあデジタル的にやり取りされてく、まあお金みたいなもんですよね。トークン、まあポイントに近いんじゃないかなと、俺は思うんですけど、そういうものってのは、もう送念の中で動くんじゃないかなと。だから実際にそのスマホを手にしてね、アプリを起動して、で、そこでなんか数字の出てくる画面を操作して動くとか、そういう世界じゃないんじゃないかなと思うんです。なので、まあそこにたどり着くまでの、
一定期間ね、そういう、まあ、スマホ的なものに、そのアプリを入れてっていうことも、まあ、練習段階ではあるんじゃないかなとも思います。で、あるいは、その9本の、その9、なんつうんですかね、その9本的なアプリに特化したスマートフォンってのも、おそらく出てくるんじゃないですかね。噂されてるような、ね、躯体っていうか本体が透明でねっていう、そういう動画も前出てましたよね。X の中とかでね。で、そういうものになってくんだろうなと。で、あるいは、まあ、近未来的な SF の中で、こう空間の中にね、ディスプレイみたいなもんがあって、こういう水中メガネみたいなのをかける、なんだっけ、VR って言うんでしたっけ？ああいうなんか、形じゃなくて、もう想念の意識の中でああいうディスプレイを作って、おそらく消化体に働きかけてくんですかね。それはエーテルエネルギーなんでしょうかね。そういうエネルギー的なものが、もう働いて、そういうデバイスを持たなくても、直接そういうものを見ながら、ね、感覚的なところってのは、操作していく世界に入るんじゃないかなと思うんです。そう遠くないところでね。そう遠くないってのは、フォトンベルトを通るところなのか、そこで覚醒すると言われてますからね。超能力的な部分ってのもね。で、これはおそらく潜在意識とつながっていけるんだと思います。その、顕在意識と潜在意識の壁が取れていくっていうね。ね、前ハガキでここを隠してこう、一本一本私、私、私って言ってる顕在意識が、これがだん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 その手のひらってどこにみんなつながってるよっていうワンネスの世界に入ってきますよっていう、そこに入ってく時に、あるいは宇宙的に起こってくるイベントってのが、その、フォトンベルトを超えるんで、暗黒の3日間っていう時を過ごすと言われてます。で、だけどね、これと今日の X の中の話では、その、まあ、いよいよ来るよと。で、Q からは、Q ドロップっていうんですかね。の中では、まあ、その、これ、ブラックアウトの3日間で、ダークネスって、その、まあ、超暗黒ですよね、ダークネス。で、これ、ひな形なんですかね。物理的にそのブラックアウト、ね、ネット遮断とかそういうことで来るのか、あるいは宇宙的なイベントとしてそういうことが起きてくるのが、太陽光が遮断される3日間っていうね、そういうことで来るのかはわかんないですけども、あるいはこれ重なるってこともあるんですかね、どうでしょうね。まあでも、そういういずれかを通って、で、それだってそんなことされたらね、その超能力も何もまだ使えねえもんってねでいう方たちもいっぱいいると思うんですよ。ほんでボケた年寄りとかどうしたらいいのよと。で、おそらくなんですけど、これ近未来的におそらく起きてくることとしては、まあメドベッドってのは3種類あるよと。で、その慢性的なコピーのバグを取ってくね。で、それで体をリフレッシュさせていく。 DNA コピーされるコピー元の DNA を健全な DNA にの情報に、オリジナルの情報に書き換えていくっていうメドベッドがまず1種類で、あと体の欠損部分とかね。で、そういうものを、まあ素粒子を、素粒子にその周波数のエネルギー、まあ情報を与えてって、そこに再生させてしまうっていう種類が一つ。で、これは、まあレプリケーターとかも同じ理論の装置ですよ。で、
あともう一種類が、その内面的な精神的なところに作用してくるメドベッドってのがあるよと。でね、昔から噂されてたのは光のチャンバーを通りますよと。で、光のチャンバーっていう、そのね、これカプセル的なものっていうのと、シャワー室のようなところで光を浴びるっていうのと、まあいろんな話があったんですけども、まあ光のチャンバーっていうところで光を浴びて、でこれまでその塞がれてきた、まあおそらくは消化体のリフレッシュってことになるんですかね、その感覚 DNA を本来は12錠とか、あるいは人によっては24錠あるっていう人もいます、人間の本来の DNA ってのがね。でそれが2本までに減らされてるよと。で最近生まれてくる子供たち、特に今の10代から下、20代から下ってのは、その3畳の DNA 持ってる子供たちも生まれてきてるよと、噂レベルですよ。でも医者がそれを確認したっていう噂もあります。でこの子らは病気にならないっていうことを言います。でそういう感じで、そのボケた年寄りってのも時間は少しタイムラグはあるでしょうね、将来的にね。でそれが数年っていう単位なんでしょうかね、どうなんでしょうね。まあ近いことを祈りますよ、願いますよ。うちのおっくろも92でかなり来てますからねだからそれがね、ちゃんとできるところを、まあ味わえるのなら味わわしてやりてえなと、それは息子ですから思いますよ。で、おそらくそういうことと整ってくるってのは、なんかね、そういう流れの中で整ってくるんだと思います。で9本に対する噂ってのは、ティアフォービーとかの召喚を受けるときに9本も受け取りますってね。でそれに並んで、なんかね、1000ドルとか、あと8000ドルとかいう話もあったかな。なんかそのある程度のまとまったボーナスみたいなもんとね、であと最先端のパソコンと9本が手渡されるよと。これ噂ですよ。でそれがどんどん、そういう噂ってのは情報の中身が変わってくるんですよ。で最近は召喚の時に9本渡されるっていうのはあんまり言われなくなりましたね。最初はカードで渡されるってことを言われてたり、で現金ってのもなんか一人なんだ500ドルまでみたいなねそう、500ドルってのもボーナスじゃなくて何ですかね、自分が受け取るものの中から500ドルまでしか現物としては持って、そこからまあ離れられないよって、その場所からねっていう意味なんでしょうね。なんかそういうボーナス的にもらえるよっていう噂は消えていきましたね。んでこれね、俺例えば長い人が、俺も20年以上こんな世界に首突っ込んでやってますよ。ほんで最近ほんとここ5、6年とかね、そういう短いスパンの人たちはここまで情報が噂にしたって具体的な噂で流れてくるようになってきてね、で周りにも見え隠れするわけですよ。そのブリックスっていう金本位制のものが登場してきたりね、で不換紙幣ってもんが実際にアメリカの銀行を倒産してってたり、でその不換紙幣ってもんが倒れてくっていう様を、表のニュースには流れてないけど裏でそういうところ Q から流れてくる情報だったり、あとは X とかね、ネットの中を探して歩くと、やっぱそういう表のメディアには出てこないニュースってのはやっぱ転がってて、ね、どうも実際にそう動いてるみたいじゃないですか。ブラックロックが行っちゃったようだったりね。ねえねえ、
中国の恒大グループでしたっけ、まあ、巨大なところが次々倒れてってるわけですよ。で、表のニュースには出てきてないですけど、そうやって裏側の方ではあからさまに DS が力を失ってってるなっていうね、そういうことってのはやっぱ見えてはくるわけです。で、そこでやっぱ期待してはそうならなくて裏切られて、期待疲れっていうんですかね。期待してはダメだった。期待してはダメだったっていうね。これ本当に疲れるんですよね。で、そこで、ね、だもう、RV も、GCR も、全部9本も、これ全部噂で終わってくんじゃないかと、そんなこともう何もねえんだ、もう目覚めんのは俺たちの方だ、みたいなね。気分になってる人もいるんですよね。コメントくださった方だけじゃないと思います。これね、疲れてくっとそうなるんですよ。だから、前に何回かお話しして、期待はね、ついつい持っちゃうんですよね。で、それね、客観的に見たら、どっちとも取れない情報だったりもするんですけど、ついつい自分の好みの方向に動いてほしいなというところで期待ってのをしちゃったりもするんですよ。どっこいどっこいだなみたいな感じの情報でもね、客観的に見たらね、それをついつい主観の中で捉えてったりもしがちなんです。ただね、これ全部そういうことかっていうとそうではないんですよ。 RV ってのはだって前に実際にイラクだって戦争で入られる前ってのは 3.22 だったんですよ。1ディナールイコール 3.22 ドル。ね。で、それが逆 RV かけられたんですよ。もう、1000倍どころじゃないですよ。だって1300、ね、今のレートで1320とか1310とか言ってますけど、一時ちょっと前までは1500ディナールぐらいですよ。1500ディナールイコール1ドルですよ。1ディナールイコール 3.22 ドルだったもんが、そこまで蹴落とされたんです。ね。ベトナムとかだって同じようなもんですよ。ベトナムってとこも、俺子供の頃戦争毎日 NHK のニュースに出てましたよね。で、なんでそのフランスとかアメリカとかがベトナムで戦争してんだってね。本当はアメリカが初めて負けた戦争と言われてますよね。で、ベトナムっての大人になってからね、地図とか見ると、これ南シナ海にかなりの海岸線持ってんですよ。で、後ろ側は陸ですよ。これ島ってのを持つと、もう海路断たれたら島ってのは孤立しちゃうわけですよ。ね、兵糧攻めみたいにも合うわけです。でも背中に陸を背負ってて、ほんで南シナ海にかなりの延々とした海岸線を持ってるっていうのは、これ地政学的にもかなり魅力的ですよね。その南シナ海を治めよう、そこに影響力を持たせようとしたらね。だからアメリカ欲しがるわけです。地下資源とかもベトナムいろいろありますよね。で、インドネシアルピアってとこもそうですよ。インドネシアってのね、この間調べたら、これニッケルとなんだっけ、あ、パーム油。で、パーム油ってのもいろんな食品に入ってるじゃないですか。で、パーム油とニッケルもいろんなとこで使ってますよね、金属としてね。これが産出世界一ですよ。だから地下資源だけじゃなくて、そういう植物資源、地上に訪れてくる植物資源だ、あとゴムも世界2位ですよ。で、いざその軍事力ってなった時には、そのゴムだったりとかって具体的なものもやっぱ必要になってくるじゃないですか。ね、化学物質だけあれば勝てるってもんじゃないですよ。ゴムってのももう工業的にいろんな場面でもうね、どっかに座って探しただけでゴムなんて何個かも何箇所か使ってありますよ。ね、輪ゴムにしたってそうですよ。
だからそういうね、植物資源、地上から上の資源ってものも、やっぱインドネシアって魅力的なんですよ。で、地下資源だって当然あれですよ。石炭も確か、世界でなんだっけ、な 5位ぐらいでしたかね。石炭もそういう燃料取れるんですよ。そうすると、欲しいやつは、ジャイアンは行くわけですよ、そこに。おいおい、俺様のもんだ、俺によこせって言ってね。そうすると、やっぱドカンとその国の貨幣ってもう叩き落とされるわけですよ。だから、RV ってのは、それをただ戻すだけの話なんです。ね。アメリカが世界の警察官辞めますって言った時にもう DS ってのは力弱ってるわけですよ。本当だったらもっとやっていたかったでしょうよ。全部を牛耳ってね、ジャイアンのまんまで永遠にいたかったでしょうよ。できなくなってきたんですよ。もう、この地球がネガティブなエネルギーに支配される時が宇宙の時の中で終わったんです。銀河の反対に入っちゃったんですよ。ねえ。これ銀河の反対に入って、ネガティブサイドにいたのがポジティブサイドに入ってきたんです。26,000年っていう周期で銀河を裏表を一周するっていう中で、で、まあ、ポジティブサイドに入ったんですよ。2012年の12月21から3ぐらいで入ったって言われてます。で、今はそのポジティブエネルギーの側に、どん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 移行してる変化の最中です。で、そこに入るよっていう、本当に入るっていう時には、そのフォトンベルトにドガンと入ってって、暗黒の3日間、ね、半物質にと、まあ、フォトン、光子の厚い層に包まれて、で、可視光線、太陽光線ってもんが遮断されるよと。で、3日間はもうまるっきりの暗黒の中に入っていくよと。で、気温もおそらく下がると言われてます。で、その間はもう家から出るなと言われます。言われてます。で、聖書の中なんかにも書いてありますよね。太陽はもう毛織物のように黒くなったみたいなね。で、月は赤くなったみたいな。それがフォトンベルトのことかどうかはわかんないですけど、フォトンベルトってのここに来て、だいぶ動画、いろいろチャネリング情報ね、いろんなとこからまた復活して出てくるようになりました。ね、そういうエネルギーの流れってのは、例えばインドなんかで昔から言われてたのは、その昼の時代、夜の時代っていう言われ方をしてね。で、夜の時代ってのは分離拡散していくんですよ。その魂たちがね。まあ、この話と一度、こう、だん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 覆いかぶさってくる感じですよ。で、みんなが顕在意識っていう、私、私、私って、この指一本一本がもう、私、私って唱え始まってね、分離して、それぞれが、それぞれの指の感じでね、分離拡散してって、いろんな経験をするわけですよ。で、それはでも、ある意味、いろんな可能性を分離して試す、ということでもあるんです。可能性を広げていくっていう意味では、そういうエネルギーの流れ方をしていくわけですよ。で、その時には、神に背を向けてね。で、みんな神に背を向けて分離拡散していくんですよ。で、それが2012年っていうところで、まあ今度は反対側に入るよと、ポジティブ側に入るよと。で、1万3000年間通ってきたネガティブなエネルギーサイドから、今度はポジティブなエネルギーサイドに移るよっていう時には、今度は神に背を向けてたものが、みんな今度は神に向かって融合和合に入っていくんです。それがポジティブサイドに入った時に起こってくるエネルギーの流れとして言われてます。だからそこで、その転換の時に具体的に起こってきたのが伊勢神宮と出雲大社の同時式年遷宮だったり、で、まあその後は下鴨神社、上鴨神社が式年遷宮をやって、で、その後河合神社っていう、まあそこ、八田ガラスの総本山みたいな噂されてますけどね。そこが式年遷宮をやって、で、
出雲の年2職の方と三宅ののり子さんという方が三次元的世界で物理的に結婚もしてると。まあそういうことになってくるんですよ。で、それがもし本当だとしたらよっていうところで、DS ってのは今まで1万3000年間、昔1万2000年前に、そのね、そういうネガティブなエネルギーでこの地球を支配していくっていうシナリオを宇宙人からもらったと。イルミナティのね、連中が。で、それに従ってきたんだけども、あの2012年の前から言われてましたね。もうあのルッキンググラス覗いても、2012年の先にその未来線が見えてこないってね。どういう角度から見てっても、もうその先が見えないっていう、ルッキンググラスの中に、そこの未来が、どの線通っても出てこないっていうことがあったらしいんですよ。で、もう DS 終わりだねと。で、その辺に合わせて、2012年前後でしたね。FRB ってのも、アメリカって結構契約、何かしらの契約するときで100年単位ってのをよくするんですよね。で、その、米ドル紙幣の印刷権ってのも100年で契約してたらしいんですよ。で、どうもその権利が切れてるよと。ね。だから、もうダメでしょっていう頃ですよ。その、FRB っていう株式会社みたいだよってのアメリカ人の人がブログで書いてね。で、それがざわざわっとなんとなく広まってったんですよ。で、見たら、本当だみたいなね。で、そっから中央銀行の仕組みだったり、そういうものが、だんだんそういうブログの中でいろんな詳しい人たちがいてね。で、そういうものを見ていくと、そういうことなんだってなってったわけですよ。で、今 DS は、もう裏で仕切るだけのエネルギーがないんですよ。で、その資金力っていうね、資産だったり、いろんなものってのも、今までライブをやらなんやらとかで、もうインチキの取引だらけですからね。もう連中インチキしかしてないですから。で、やってたもんが全部その法律を超えてやってたわけで。んで、そこで全部処罰されてったわけですよ。ね、で、そういう動きをしてきたってのが、ある意味、その、Q アノン、Q っていう組織だったりしてね。で、まあ俺今日見て、って驚いたんですけど、その Q っていう組織ってのは俺ケネディの頃に始まったのかなって思ってたんですよ。ね、あのケネディのお墓ってのも、検索したらすぐ出てきます。ケネディのお墓って Q の字、アルファベットの Q の字の形してるんです。で、まあ Q ってことはケネディはちょこちょこね、動画でも上がってたけど、車のエンブレムが Q だったり。で、そのネサラゲサラを、その各国で、各国の指導者連中に署名取って歩いたみたいな噂も流れてたりしてて。で、その、まあ、ケネディがやられて。で、そこで、そのホワイトハットの軍だったりね、いろんな政府の上層部にいる、良識派の連中が作ってったのが、Q アノンっていう組織なのかなって思っていたんですけど、今日 X の中で流れてたのは、実はもうリンカーンの時代だと。ね。Q ってのは1860年の4月1日に、これ、奴隷貿易を創設した米国の 99% を所有していたカザリアンマフィア。カザリアンマフィアってのは、まあ、ユダヤ人と言われてる人たちです。一部がね。んで、ユダヤ、ユダキン、ユダキンって言われてる人らですよ。ね、ユダキンってのは、ユダヤってのは、まあ、カザール地方ってのがね、これ、イスラム教と、あとユダヤ教、ユダヤ教じゃねえ、イスラム教とキリスト教の国に挟まれてね、
で、その国同士は仲悪くて戦争をしてたんですよ。で、間に挟まったそのカザール地方の連中がね、お前たちはどっちだと言われて、どっちだって言っても、その戦争の最前線にされちゃうんで、いや、俺たちはユダヤ教ですと、どっちでもありませんみたいなね、そういう立場を取ったみたいなんですよ。だからそれは信仰上のユダヤ教徒っていう立場なんです。で、日本人もユダヤって言われるんですけど、これ日本ってのは、血統的なユダヤ人。だから宗教的なユダヤ人、血縁、血統的なものではない、DNA ではないユダヤ教徒ってのは、これ、アシュケナジーって言うんです。で、血統的なユダヤ人、ね、DNA に持ってるっていう連中は、スファラディって言うんですよ。で、スファラディってのは、パレスチナだったり、あちこちにいろいろあるんですけど、ちょこちょこっとね。エチオピアもそうだっていう噂もありますね。で、日本人ってのは多いと。で、これ、ユダヤが元じゃないですからね。日本がそもそも元ですから。だからそっからの、流れの中で、アシュケナジって言われる連中が、カザリアマフィアってのは、奴隷制度をバンバンやってたわけですよ。アメリカの中でね。んで、カザリアマフィアと戦うために、20人の将軍がリンカーンを大統領に据えた時に生まれたと。だから、もう奴隷制度をバンバンやってたそのカザリアンマフィアがね、アシュケナジーの連中ですよ。が、これは良くないと言った良識持った将軍たちなんでしょうね。で、その連中が裏で動いてって、リンカーンを大統領に据えたと。で、リンカーンってのはそのカザリアンの側じゃなかったんでしょうね。だから、やられちゃうんですよね。やられちゃうんですよ。で、どうも、そこら辺が掘ったんだと、Q っていう動きってのがね。だから、アメリカが独立して、その頃、結局独立したって結局は一緒なんですよね。イルミナティとか、あとフリーメイソンとか、そういう連中ってのは、これどっち側にも入るんですよ。ね。敵味方、両方に入ってくんです。で、両方に入ってって、これね、正しいか正しくないかはわかんないですけど、フリーメイソンっていうのって、もともとは、萎縮協同組合ってね。で、これは近代フリーメイソンですよね。で、近代フリーメイソンって、萎縮協同組合って言うんで、もともとは、萎縮、大工、ヨーロッパで大工っていうと、お城作るにしてもっていうかね、この辺もタルタリアとか、お城ってのはどうもその権威の象徴ともまた違うかもねっていうところではわかんないんですけど、ただ言われてたこととしてはね、フリーメイソンってのは萎縮協同組合だと。で、昔はみんな、ね、その国ってのが小さい単位で分かれてて、で、そこにそれぞれの、王様っていう連中が城を作っていくと。で、その城ってのには、いろんな仕掛けをしたりするらしいんですよ。その秘密の抜け穴だったりね、発見されにくい部屋を作ってってみたりとか。で、そういうことを、石で作っていくっていう時に、萎縮が集められてね。で、そこで、そういうお城を作ると。で、完成したら、その萎縮たちは、あらあらあらってね、全員秘密を漏らさないように処分されたりしてたらしいんですよ。んで、そこで、萎縮の連中たちが、
その組合を作ったと。石工同士でね。ほんで、そうやって、じゃあどっかで城を作るって言った時にも、そこに城を作って、おいおい王様よと。ね。俺たちを処分したら、俺たちの仲間が、ここの秘密を全部ばらしちゃうからねって言うんでね。その処分されないようにしたらしいんですよ。んで、さらに、腕のいい石工連中ってのは、どっかの城が評判になったら、おいおい、じゃあお前らこっちに来て、うちの城も作れと言われてね。すると、ヨーロッパの、まだまとまってないヨーロッパの中の、小さな国々の中を、その自由に移動して歩いたと。で、人が移動して歩くっていうと、そこには情報も流れ出してくるわけですよ。ね、よその土地に行ったことない人たちが、よそのことを知らないじゃないですか。で、よその国をあちこち歩いたら、いろんな情報がそこに集約されてくるんですよ。で、そういう情報ってのを手に入れてって、で、どっかとどっかが戦争、戦いになるって言った時には、どっち側にも味方になって入っていくんです。すると、両方の情報を、ある程度の情報を知ってるわけですよ。で、両方の中枢部のところに、いや、あの国はこうですよっていう、8割ぐらいの情報を流していくんですよ。どっち側にもね、ガセネタですよ。だけど、8割は真実なんですよ。で、そこに2割のガセネタを乗っけていくんですよ。そうやって、どっちの国にとっても、8割型で、占いだってそうじゃないですか。予言だってそうじゃない。8割当たるって言ったらかなり確率高いですよ。で、そこで信用されて、ある程度高い位置まで登っていくんですよ。両側でね。両側で高い位置まで登ってって、と、どっちの国が勝っても、どっちが負けても、どっちの国にも高い位置に残り続けるんです。そうやって全部を仕切ってきたのがフリーメイソンと言われてます。近代フリーメイソンって連中ですね。ほんで、古代フリーメイソンってのもあるんです。で、日本なんかはその古代フリーメイソンだって言われてますよね。だからもう結局ノアよりはるか以前から日本ってのは実はね、雨の浮き船が飛んできてね、で、雨のスメラの御事が降り立ったのが日本ですよと。だから日本で五色の人間を作って、だから俺雨のスメラの御事、雨の浮き船ってのはもう UFO だったり宇宙人ですよ。で、それが日本に降り立ってね。ほんで、五色の人間を作ったと。これは多分 DNA の実験かなんかやったんですかね。どうなんでしょう。そっから散らばってったわけですよ。で、ノアってのもこれ、ね、船を作ったと。なんか600歳かなんかの時だったかな。だからね、その前だから100年ぐらいかかって、その作ったって言われてるんですけど、まあ、石工、大工ですよ。で、まあ、木造船なんでしょうね。石の船じゃなかったと思います。でも、もともと大工、ね、木造で船を作るっていうね、結構大きな船なんですよね。ノアってのも大工だろうと。んで、ヨセフっていうキリストのお父さんってのも大工とされてます。で、そっちが、その流れってのが、旧約聖書の流れってのが古代フリーメイソンと言われて、で、それは、それの総本山が、どう日本じゃないのみたいなね。で、近代フリーメイソンってのは、まあ、イギリスあたりが中心になって、できてったという、これだ、噂ですよ。噂。で、火付き神事の中にも、石屋と手を組めっていうのは、だ、フリーメイソン残ったなと。まあ、そういう話ですわ。んで、まあ、そのガセネタってもんは常につきまとうんですよ。もう未来の話ってのをしてたら、もう結果が出た話だけだったら、こうガセネタものはもう、ね、それでもガセにして伝えていくってパターンもメディアってのはやってますけど、
でも未来をどうなんだろうっていうね、そういうところを探っていくと、もうやっぱガセ情報ってのはいっぱいあるんですよ。もうガセが当たり前だぐらいのところでいないとね。だからそこでそのね、RV も QFS もで9本も全部もうガセなんじゃねえかと、嘘なんじゃねえかと、噂なんじゃねえかと、もう目覚めなきゃいけないのは俺たちの方じゃないかという気分になる時があるのはわかります。だけどもその中にリアルもあるわけですよ、ね、RV ってのはここでそんなね、桁3つ、0 3つ切って手飲みかけてって、ほんで今1320ディナールが1ドルのお金が1ディナールがそんな3点何ドルとかになるわけねえじゃねえかっていう人たちは、ちょっともう少し昔を見た方がいいです。その前には落とされてんですだから落ちる前まで戻りますって話だから、これはリアルな話ですよ。でさらに今はそうやって銀行とかね、不換紙幣ってもんが追い詰まってってるよってのも、その印刷券ってのは100年しか持ってないよと、でネガティブなエネルギーがバンバン動けるっていうところはもう終わったよとね、もう昼の時代に入ったんで、もうそこではネガティブなエネルギーっての活躍する場を失ってるってのもリアルに見え始めてるじゃないですかね。 DS の会社連中どんどん今倒れてってますよ、物理的にね。現実の、まあ、現実と呼ぶんですかね、この三次元はね、まあ、一応現実と呼んどきましょうね。現実的な三次元の中で銀行がバタバタ言ってたり、そういうことってのも起きてきてるわけですよね。日銀も今度18、19の会合をやって、そっからゼロ金利ってのもうそろそろやめなきゃねってことが出てくるみたいです。なのでね、そのリアルなものとそのガセネタとね、これを上手に消化し分けるっていうかね、受け取るもんと受け取らないもんと、あとやっぱ確認作業っていうんですかね、自分の中でね、そういうことってのは一人一人の中でこれは必要なことだと思います。だから俺が話してる中身だって、一兵衛さんが言ってる中身だって、誰が言ってる、バシャール言ってようが、エレナさんが言ってようが、神人さんが言ってようが、全部全てが完璧だっていう人はどこにもいないですよだそういう人たちの中でね、そういうエネルギー、情報ってのも一つのエネルギーですから、それをどう判断していきましょうか、どう受け取っていきましょうか。でね、そこでやけのやんぱちになったら全部嘘だってのも自由ですよね。だそこはそれぞれの方々がそれぞれの中でね、もう受け取り方ってのも、本当に俺がこういう思いで言ったことがこのカメラ通してネットの中通して皆さんの中にストレートに伝わってるかって言ったら、それは不可能ですよね。テレパシーかなんかで更新するんだったら、そこではもう丸っきりのコピーってことも可能でしょうけど、まあ、そうはいかないわけですよ。なので、皆さんそれぞれがね、本当に見て聞いて感じてっていうね、そういうところでは本当に受け取った人たちの数ほど、この世界ってのは見え方感じ方があるんだと思います。だからそこで、まあね、その見誤らないように、いいね、もう9本も RV も全部嘘だ、もう目覚めるんだって言って、DS の洗脳の中に帰っていくのもいいんじゃないですかね。やってみたらいいですよ。やりたかったらやってみたらいいですよ。誰も止めません。ね。そこを選んでいくのは自分です。ねえ、ほんと、いい、自分が奴隷だと気づいてない奴隷ほどいい奴隷はいないってね、言ってますよ。奴隷を使う人たちは。ほんで、まあ、こんな話してくと終わんなくなっちゃいますね。今日、
まあ3月15日で噂されてたのがその US ノートっていう、まあ金本位制のドルの、まあ市場投入かっていう話だったり、発表があった話だったりしてたんですけど、で、それは、まあ近々っていうことになってったみたいです。で、あと、なんかね、噂の範疇ですけど、実は今日15日で EBS かける予定だったと。ただ、まあ、攻撃予告みたいなのがあって、で、3月末に延期したっていう話が X の中には出てました。で、トランプさん、今日 X の中もいろんなとこで盛りだくさんなんですよ。で、もう、俺も拾いきれないなぐらいのね、まだ下にツイッターのアドレスは載っけてあるんで、で、一米さんはまだツイッター更新してないんで、まあツイッターのとこ覗ける人は覗いてください。概要欄だっけ？なんか下のもっと見るでしたっけ？まあそっから説明のとこに入っていくと、ずっとスクロール下にめくっていくと、ツイッターのアドレスが書いてあります。で、そこで入っていくと、俺が今日チラチラ拾ってった X の記事ってのが見れると思います。ね、興味ある方はぜひ見てみてください。で、トランプもね、そのワシントンに帰ったよみたいなのが載ってたりね。で、まあ、トランプってのは宇宙軍の総司令官だと。んで、宇宙軍ってのは、もう陸軍から空軍から、その地上の軍隊の情報ってのは全部そこを宇宙軍に集約すると。で、そこのトップなので、まあ、もともと、そういう位置にあるよと。で、アメリカ共和国の大統領っていうことにも、裏ではなってるよって話だったり、いや、表も実は、っていう話だったり。で、あと、バイデンはどうもなんか、18日あたりにどうも排除されんじゃないか、みたいな、そういう噂があったりね。まあ、まだ噂の話ですよ。まあ、そういうのも、本当盛りだくさんで出てました。で、あと、稲川会と住吉連合、住吉が、その、手入れ、ガサ入れ食ったと。ねえ。で、もう日本の中もパージンがそろそろどんどん進んでくんじゃねえのと。でも実は、ね、もう処分されてるよっていう話もありますよね。天ぷらの王様だったり、まあその辺とかね。あと議員連中もですよね。でもなんか岸田さんがなんかね、周りの人らにもう自民党終わっちゃうんじゃないのとかって言い始まったって言うけど、そら当たり前ですよ。今頃気づいたんですかですよね。こんな魅力のないものいつまでも続くわけないじゃないですか。で、なんかね、そういう小ネタ中ネタみたいなのが、X なんか今日は本当山盛りでしたね。で、ね、うわ、もう1時間越してる。なので、まあ、興味ある方はぜひ自分で行って X の中見てみてください。で、あとね、17日、明日、明後日ですね。で、明後日、オクラフェスタの方に遊びに行くんですけども、で、一泊してその次の日、ね、鹿島神宮で、で、まあ、わかんないんで、鳥居のあたりで12時ぐらいってお話ししたんですけど、まあ、いらっしゃる予定の方から、まあ、11時ぐらいの方がいいんじゃないですか、っていうことで、で、うん、確かに12時って言ったのは、まあ、お昼で周りの店混むかなって思って、じゃあ、混んでる間に鹿島神宮回って、お参りして、で、開き始めた空いた頃に、どっかの店にでも入れりゃいいかなと思って12時って言ったんですけど、
まあ今度ね、来ることばっかり考えてたけど、帰りって思ったら遠くからもし来る人、帰る人って考えたら、まあ11時の方がいいのかなってね。で、その方からも11時の方が良くないですかって言うんで、で、アドバイスいただいたんで、で、鳥居のところで、鳥居のあたりで11時で、一応ね、来れる方は、11時ぐらいに鹿島神宮でお会いしてみましょうよ。遊んでみましょうよ。で、まあ、お参り、鹿島神宮お参りして、その後、なんだっけ、なんか、デニーズだっけ？なんか、まあ、お店があるみたいなんで、そっから、1. 何キロって書いてありましたかね。その辺ででもね、もし皆さんで集まって、まあ、お茶でもしながら、お話できたらいいかな、と思います。ので、お誘いします。で、時間を12時から11時に変更したいと思います。だから18日は鹿島神宮の鳥居のあたり、なんか駐車場の脇に鳥居があってって書いてあったかな。だからその辺で、多分わかる、お互いわかるんじゃないですかね。匂い、少し怪しい匂いするんじゃないですかね。だそこで、まあ、18日いらっしゃる方は、11時に鳥居のあたりでお会いしましょう。で、17日はオクラフェスタ。まあ、オーガニックなね、発酵テーマにしたお祭りなんで、で、寺田本家を中心にして、まあ、100店舗ぐらいそのオーガニック系のお店が、だ結構100店舗さ結構賑やかなお祭りですよね。だからそちらは17日の予定です。まあその辺でね、2日間、もし都合がつく方はぜひ遊びにいらしてみてください。というとこの話でした。ほんじゃ、長くなっちゃいましたね。また興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。ほんじゃ、またね。